明けましておめでとう。今年もよろしく。簡単だね、先生。先生と過ごす元旦は初めてだね。先生はお正月どう過ごしてる？私は今年初めてのライディングに行こうかなって考えてた。お正月の凛とした空気の中、自転車で走るのは気持ちいいかなって思って。先生もせっかくだから一緒に走る？え、寒そう。それは間違いない。え、むしろ今日はお休みして先生と一緒にこたつにでも入ってぬくぬくしないかって。うん、走る気満々だったけど、それはちょっと悩む。確かに先生と一緒にこたつでぬくぬく温まるお正月も悪くない。それなら今日はライディングはお休みにして、先生とゆっくりしようかな。サイクリングジャージはしまって、と。ん？どうかした？何言ってるの？先生はすぐそういうこと言う。じゃあ今日は外に出て一緒にライディングする？やっぱり寒さには勝てなかったね。ほら先生、こんなに手が冷たい。あ、ごめん。うん、でもお正月はお正月らしく一緒にのんびり過ごそうか。これもお正月じゃないとできないことといえばできないことだもんね。それじゃ行こう。あ、先生、改めて明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。